こんにちは、まあ、です、今日はですね、ちょっとした、お知らせなんですけども、もう気づいてる方はいらっしゃるかもしれないんですけど、前回というか以前チャンネル登録者数500人ありがとうございますっていう、ラジオ動画出したと思うんですけども、その時に、500人っていうちょっとキリがいいのを機にですね、Twitter のアイコン、YouTube のアイコン、あとは YouTube の、なんていうんですか、そこ、バナーみたいなとこ、変えたいな、みたいなことを言ってたと思います。あとはラジオの時に、今出てると思うんですけど、画面に出てるのも作りました。どうか、皆さんにとってどういう、印象になったかちょっとわからないんですけども、まあ、自己満というか、私的には、まあうまくできたかなという感じで、自己満足しております。なので、ちょっと見慣れないアイコンとか、いろいろなってるかもしれないんですけども、無事にちょっと時間かかっちゃったんですけども、変えることができました。ただそれだけの報告でした。はい、ということで、最初はちょっと違和感あるかもしれないですし、前の方がいいよ。いや、前の方がいいよって人はいないかな、さすがに。わかんないけど。まあ、そんな感じで、ちょっと作ってみたので、変わりましたというご報告でした。はい、ということで、これからもよかったら見てください。ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。